Boah, das war jetzt eine lange Sequenz. Ja, eigentlich jetzt nie. Nicht die. Das war ja nicht in ein Stück, war ja doch Kampf dazwischen. Aber da habe ich jetzt auch die Schnauze gehalten. Jo. Jetzt hat mal die Story wirklich Fahrt aufgenommen. Jetzt hat sie Tiefgang. Vorhin war so ein kleines Plätschern. So leicht dahin. Aber jetzt geht's rund. Jetzt haben wir tatsächlich Diesel verloren. Und natürlich, also so wie ich es vorher gesagt habe, habe ich mich gefragt, ob wir vielleicht Savit als als Seraph bekommen. Und da habe ich halt gesagt, aber wir haben ja schon einen Windseraph. Schon fast so, als hätte ich gewusst, dass bald Diesel stirbt. Ja, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass Savit zu uns kommen wird. Auch wenn er anfangs gesagt hat, er wird sich nie mir unterordnen. Aber okay. So, jetzt habe ich da ein paar Sterne. Ich habe 4 Sterne. Geh ins Gasthaus, nachdem du mit allen gesprochen hast. Na gut. Dann schauen wir mal. Ah, okay. Boah, das alles in 15 Minuten zu schneiden. Ich glaube, da werde ich die ganze Story, also von mindestens vom Beginn, als ich im Gasthaus ausgeruht mich beim Gasthaus ausgeruht habe, bis eben jetzt. Das alles in eine Folge, weil das zu zerstückeln wäre halt wirklich schon schade. デゼルの死も彼の業もあのサイモンの言葉もサイカの検証を沈めるために同志は受け入れなくてはならないんだろうか。うまく気持ちがまとまらないよ。嫌ならやめればいい。 見くるよ。最後まで聞いてくれ。同志の使命や宿命などに押しつぶされるくらいならいつでもやめればいい。少なからずそう思ってた。昨日まではな。でも今は違う。デゼルのためにも答えを見つけ出したい。そうだ。彼に報いるとかそんなのじゃない。ただ知りたい。 もう同じことは繰り返さないために。だからもうやめてもいいなんて思ってない。きっと答えを見つけ出さないとな。ああ、同志の使命だからじゃない。僕たちの旅は僕たちのものだ。そうだな。ありがとう。礼は不要だ。僕のことを話しただけだからな。 Hm? Da ist doch ein Stern. Oder ist... Ist das Mikle... Nein, es ist nicht Mikleo. Da ist ein fucking Stern. Es ist nicht Mikleo. Hä? Ah! Da gibt es noch eine Ebene darunter. あの不思議ちゃん、自分は業を背負うものだって言ってたわね。ああ、同志は悲しい業を背負った天族のことを知る必要があるとも言ってた。 人にとって存在しているだけで悪というもの、死を解放ということもあるわ。そこにいるだけで望まない結果を導く者にとって死は
ヘドナ、それ以上は言わせない。バカね、デゼルのことじゃないわ。お兄さんのことでもダメだ、言っちゃ。言ったとしても、そんなのただの言葉じゃない。それも何度も耳にしたでしょ。それでも嫌なんだ、今聞きたくない。そう、じゃあ話は終わりね。スレイ、言いたかったのは、デゼルは救われてたんじゃないかってこと。さっきのは私が悪い。謝る。ごめん。ありがとう、エドナ。どういたしまして。ライダー、何してるんだ。これですか。すごい、どうなってるんだこれ。こうやって紙細工を作ってると落ち着くんですの。余計なことを考えなくなって、どんどん自分の世界に入っていって。へえ。スレイさん、一人で抱え込まないでくださいね。今回のは抱え込んでなくても辛いな。本当にああするしかなかったのかとか、ちゃんと話し合っとくべきだったんじゃないかとか、いろいろ考えちゃうよ。スレイさん、反省するのはいいことです。ですが、後悔はダメですわよ。ライラ、人の習慣に亡くなった方への追悼の意を込めた紙の船を川に流すというのがあるんですって。デゼルさんは風の天族でしたから、風に舞う鳥がいいんじゃないかって思ったんですの。さあスレイさん、送りましょう。届いたよな。ライラ。はい。ありがとう。けど、ライラも一人で抱え込んじゃダメだよ。私は大丈夫。心配ご無用ですわ。私はもうしばらくここにいます。風が気持ちいいですし。そっか。じゃあ、俺先に戻るよ。私もまだまだですわね。Ja, jetzt fehlt tatsächlich nur noch eine. Eigentlich diejenige, die Dessel am nächsten war. Rose.Ah, Savit ist auch noch. Na, Donsch, Dono. Als Dezer の奴の最後はどうだった？笑ってたって。そっか。あいつの望みは叶ったのかね？ザビーダ、デゼルのことを知ってたんだな。まあな。あいつがもっとガキの時に当時の仲間と助けてやったことがあったんよ。じゃあデゼルとザビーダの戦い方が似てるのは。そう、あいつが真似してたってわけなのに全然俺に気づかないでやんの。いろいろかなぐり捨てたんだろうよ。思い出するな。捨てられたんなら拾やいいってな。あんたらはちゃんと拾ったんじゃね。ザビーダ、慰めてくれてるのか。
おうよ。これからは俺様の大事な器だからな。汚れられたらたまったもんじゃない。OK。つうことで、これから一っ走りライラと売信契約行ってくれ。なんでそうなるんだよ。俺はもう一人じゃ兵馬を始末できなくなっちまっただろう。それに一緒に行けば同志殿への貸しをいつでも取り立てられるってな。そんなこと勝手に決めるなって。まあいいじゃねえの。じゃあ明日な、同志殿。まったく。Ich hab's mir doch schon gedacht.大使スレイ、私さ、あの時最後にデゼルと話したんだ。で、その時のあいつ見てずっと忘れてたこと思い出した。私ちっちゃい頃にあいつに会ってた。きっとその時からあいつは私を守ってたんだね。デゼルはロゼにそれを知られたくなかったんだ。ロゼは自分の力で生き抜いてきたと思ってるから。確かにそのつもりだったけどね。けど話してくれなかったことの方がやだよ。おかげで私は感謝もしない。思い込みバカみたい。ごめん。これからはちゃんと話してね。ああ、ちょっと安心した。すごくへこんでるんじゃって思ってたから。なんかいっぺんにいろいろあったからかな。あいつに二度と会えないって実感も湧かないし、サイモンってのに言われたこともやっぱ間違ってたのは自分かなって納得しちゃってるし。ロゼってすごいな。考え込むのが苦手なだけ。ほら、今日はゆっくり休みな、スレイ。そうするよ。Naja, ich hätte mir jetzt schon ein wenig, ich sag mal, Traurigkeit von ihr erwartet. Sie muss jetzt nicht gleich am Boden zerstört sein oder so und anfangen loszuheulen. Aber so ein, naja, passiert halt, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich erwartet habe.So, jetzt habe ich mit allen gesprochen, oder? Also Mikleo, Layla, Edna, jetzt auch Savit und Rose. Ja, das waren alle. よく眠れた？ああ。そうは見えないけど。よーすれー。ザビーだ。まだこの町にいたのか？釣れないね。なあライナ。さあ、全員揃いましたわ。売信契約をする理由をお聞かせください。はいはい。俺の目的は同志殿の旅路とつながってるのさ。ザビーだの。確か決着をつけなきゃいけない相手がいるってやつか。そう、一人は可愛いエドナちゃんの兄貴、もう一人はマオテラス。マオテラスって五大神の？本来このグリーンウッド大陸はマオテラスが守ってるはずだろ。なのにあの坊やは姿を消し、それと時を同じくして最下の剣士が現れたっていうじゃないか。これはどういうわけだ。まさか。俺はそのまさかだと思い立ったわけさ。マオテラスが兵馬になってヘルダルフと結びついてるっていうのか。確
確かめないといけないわね。そのためにはかの者との接触は不可欠ですわ。となればヘルダルフの領域下でも力が震えないといけないが、そこで俺様の出番ってわけだ。デゼルの抜けた穴を俺が埋めれば奴の領域内でも普通に動ける。どうだ、利害も一致してるっしょ。どうしましょう、スレイさん。スレイ、あ、うん、なんだっけ。スレイ、ちょっといい。ん？お前らやりたいことがあるんだろうが、いつまでもくよくよしてると俺の鎖で締め上げるぞ。あいつの言葉だよ。頼まれたんだ、スレイたちのケツ叩いてくれって。そんで私にはそのまま頑張れって。だから私はこのまま頑張ろうって。私なんで泣いてんの。どうせあいつスレイたちと旅できてよかったって。私全然気づいてなくて、あいつ笑って私もっと話しとけば。ああもう以上。デゼルの言葉確かに受け取ったよ。最後まで面倒見がいいな、デゼルは。またくだ。ロゼ、もう大丈夫だな。それ、私のセリフだし。よし、行こう。待てっつーの、売信契約どうなった。あ、